はい、皆さんこんにちは、ワネルギルビジです。では今回は信長の野望大使パープヒット斉藤辰沖ですね、吉辰から辰沖に変わってのプレイですね。続きをやっていきたいと思います。まあ、なかなかね、順調に勢力伸ばしてきて、美濃から終わり、さらに越前と勢力をね拡大させてきているというところではあるんですが、まあ、一向一揆であったり、あるいはね、足利将軍家からの包囲網を食らっていて、なかなか厳しい状態が続いています。で、今回はですね、まずは、大正寺から出てきている雷連、これがね、小山御坊に迫っているので、これの撃退戦、さらに大垣城に、これまで本願寺が攻め寄せてきているので、これの撃退戦と、この二つをね、まずやっていきたいと思います。で、さらに、将軍家、もね、攻勢をかけてくることが予想されるので、ここの防衛もしっかりやっていかなきゃいけないと。ちょっとね、苦しいことだらけではあるんですが、なんとかこの苦境をね、乗り切っていきたいというふうに思っています。まずは、出陣しようにも、お金も、米もないという状況なので、まず立てこもりですね。いやー、苦しいな。では、時間を進めます。我が妻、やはり天下無二のものですね。うわ、ただでさえ米がないのに、向こうはこっちの田畑を荒らしに来るわけだな。ここはね、もう籠城を決め込みます。まあ兵の数でいうと大垣城を落とされるリスクがありますね。今川との同盟も期限切れか。厳しいな。これで吉本がね、こちらに攻めてくるなんてことになると、ますます、まあ、目もね、当てられない状況になる。まあ、ただ一応、間に、信玄が入ってくれているので、まあなんとか持ちこたえられるかな。まあ、筒井とは同盟があり、信玄とは婚姻同盟があるという状態ですね。で、水野旗野は我々に従属しているという状態なので、まあ、まずはやっぱりこの危機を乗り切るところからかな。そしたら、まあ、とりあえず米を買いましょう。少ない金で取引を行いましょう。かしこまりました。大垣城が持ってくれればなんとかってところだな。本当だったら稲葉山城からね、兵を送り出してすぐにでも大垣城の救援に駆けつけたいところなんですけどね。米がない。米が欲しいな。米さえあれば跳ね返せるんだけどね。歯がゆいですが時間を進めます。では水攻めか。大垣城ってさ、水攻めされるような立地なの？ままならぬものよ。大垣城が奪われたか。キオスも危ないね、兵力的には。口惜しきことです。小山御坊も奪われる。士気の問題ですね。いや苦しいな。どっかでこの負の連鎖を止めたいところですよね。そのためにも米が欲しい。まだ夏か。先月
の収支でございます。米の入りが悪いな。ご命令を。まあ、すぐに本願寺が続けて兵を動かさなかったっていうのはまだ救いですかね。この隙に我々はちょっとでも収入が、米のね、収入が増える、まあそういう対応をしましょう。かしこまった。承知いたしました。こんなところかな。他、貯水池建てられるところはなし。というか、お金がないんだね。さて、あと3ヶ月。報告いたします。いや、金はちょっとは増えてきたかな。 ここは対面はあるので議論。いやー、農業商業だな。農業商業でいきましょう。これにて表情を終える。で、米が欲しいんだ。で、この後だよね。お金を使って貯水池を建てて少しでも養老を増やす。は、承知いたしました。この地道な米の獲得、これが命綱になる。は、こんなところかな。お金の問題、これで OK としましょう。で、あと外交だな。交渉、同盟。別所とは同盟を結ぶ。なあ、手切れしかない。ちょっと待ってね。別所との同盟が結べるかどうか含めて、他に同盟の模索を考えたい。六角とは同盟でしょう。筒井とも同盟。六角筒井。で、あとは、武田との同盟を生かして、やっぱり今敵になっているのは本願寺だな。本願寺を長島大垣から一掃して、返す刀で越前を取り返す。これで、一応、足利将軍家に兵力を集中できるという状態が作れそうですね。仏罰的出たよ。この一向一揆地味に減らしてくるんですよね、兵糧収入を。もちろん兵力も減っちゃうしね。吉間が報告いたします。チャンスということだな。下地よ、まずは和議を申し込んでいく。こうは、ははこうは、ははどうね、いや、本当はね、将軍家と同盟を、講和をしたいところだけど、そこがならないか。まあ、しょうがないかな。六角と北畠は六角。手を貸してやろう。で、今川。畠山、神保、
よし、講話が2つできたのはでかいな。六角が勢力を広げてくれるのはウェルカムですからね。ようやく町になった兵糧の収穫。まあ、鳴海でちょっと兵糧が減ってるという話でしたけどね。いや、今金買う余裕ないよ。景色量差別とかあるけどね。ちょっとここは今は名品集めよりは本願寺をぶっ潰すというところからかな。では早速大垣城の奪還戦から始めていきましょう。ちょっと待って、ね、その前にだ、将軍家とマリできないであれば取り返そう。大垣、そして長島城まで一気に攻めようぜ。兵数 15,700 はちょっとね、さすがにもう厳しい、兵糧的に。なので1万でも多いぐらいだもんね。6000で十分だろう。で、合計4300。いやー、戦場の上限が5500ってことを考えると、ここは、ちょっと待ってね。戦闘力の高い武将にした方が良さそうだな。まず、竜置なんて話にならないので、竜置を外す。で、光秀が率いる3200。これでだいぶ違うでしょう。で、キオスから出てくる長秀、兵力が少なすぎるので、これはいらない。で、部隊の追加。士気が高くて攻撃力が高い。稲葉山城の竜置きは置いておいて、郡上八幡、成政出そう。利光、鳥峰。ここから、兵を出して、9600。これでどうする？待って、9600出して意味がないのか。であれば、つねちゃんは下がってもらうか。これでいく。で、大勝寺。小山ごぼう。ここがしんどいな。できればここは武田に取ってもらいたいかなっていうぐらいだね。ちょっと様子を見ましょう。まずは大垣城、ここの出しだ。んで、来年の収穫のために農作業の指示を出しておきます。苦しかったね、金がなくて。ははかしこまった。米もなくて。ただここでまた逆襲のチャンスが来てるからな。山名と旗野は旗野だね。しっかり勝ってくれよ。信玄と宇治康か。まあ、ここはもちろん武田につきましょう。手を貸してやろう。風林火山、わしの戦を見せてやろう。問題はここでしっかり勝つことだからね。まずは勝ち揺るがないのであれば、ここは任せちゃいましょう。勝たねば生きる道はなし。で、このまま大垣城を取る。手を打ちましょう。出陣する。で、大垣城から長島城を取って、伊勢長島から一向一揆を追い出す。強行、いや普通の攻撃1ヶ月で十分だな。報告いたします。兵糧の減りが3000か。1ヶ月で3000、そこそこ減るな。そこそこ減る。農業施策を十分に入れていきたいからね。これにて表情を終え。開墾。下地よ、
で、お金を集めておいて、いざという時に兵糧が買えるようにしておきましょう。かしこまった。はっ。かしこまりました。で、貯水池を建てる。いやー、タツオキもね、地味に地味に戦っていくしかないからな。ドウさんの時のような派手な戦いはできないですからね。で、将軍家とはどうにもならない。で、武田とは、そうだな、一旦親善しとく金がある時にね、マックス値まで高めておきましょう。で、米を買っておく。行いましょう。取り計らいます。来たよー、また来ましたか。が、参加するのは本願寺と将軍家だけ。これは完全に足利幕府の意向が失墜してるな。今ならチャンスだ。兵は貸します。どこの兵を貸してほしい？岩村城、全然貸すよ。できればお金をください。かたじけない。うん。たあいもないものだ。で、大垣城を奪還したね。処刑する。覚を取ったわ。そうといえども、この斎藤辰興、逆らう者は撫で斬りにする。光秀に長島の一向一揆を潰してもらって、兵力を越前、北陸地方に集中させましょう。ここに小山御坊と大正寺合わせて6000超える兵が入ってるわけだな、本願寺。なので、これをね、潰してしまえば、一応この北陸含めた、我々斎藤家、と国境を接する敵はいなくなると。いう状態だね。で、どこに向かう？清水山城がちょっと危ないのかな。持瀬山、武部山、ここはね、奪還しておきたいからな。まあ、まずは長島だ。で、内安と信玄。いやー、両大将。ちょっと待って、これ。すげえ兵力になってるけど。いや、内安5万。ちょっと画面の角度悪くて見づらいと思いますが、信玄が3万2400。内安が5万6500と。もうちょっと我々の戦いと桁が違うな。で、これに信玄が勝つってね。敵が我が領内に向かっております。清水山城に800の兵。これは押し返せるんじゃないか？さすがに。800でしょ、だって。生殺与奪、すべて勝利。800だったら間違いないね。長島は取れる。本当に800か、兵は。本当に800だったら、小谷城あたりから兵1000を出して終わりだな。出陣しよう。
で、小谷の兵は、半兵衛に、まあ、1500もいれば十分だろう。進むのです。藤高が来るけど、まあ、半兵衛の1500で十分撃退できる。いやー。信玄と氏康が3万だ5万だと言ってる中、こっちは2000の兵を1000に削ってとかやってるからね。厳しいよね。山野と旗野。ここはね、旗野が勝ってほしいけどどうなんだろうな。兵力的にはここも倍半分ですね。まあ山田が勝つよね。勝たねば生きる道はなし。で、長島城は取れる。行幸11日で終わらせて、ちょっとでも褒めよう。報告いたします。先月の収支でございます。月を節約しましょう。で、上田隊はどこに行くつもりなんだ。どこにも行かない。いや、すげえ余裕あるな。5000の兵を退陣させておいて、米に影響が出ない。さすがよ、将軍家。で、継続発展で貯水池があれば発展させる。とにかく米が欲しい。伊勢長島からまずは一向一騎士を蹴散らしたいからな。は、承知いたしました。さて、そしたら長島城攻略に入りましょう。仏罰敵面。定期的に一向一揆先導してくるよね、本当にこいつら。人口の数も減るし、いやー、きついな。で、藤高は撃退する。我が策があれば勝つのは必然でしたね。よし、長島城を取ったね。そしたら三井では開始しましょう。これで当面の敵が、まあ、清須というか、まあ、尾張、長島からいなくなったので、兵を、機内の方に集中できる。半兵衛も騎乗だね。で、先に機内行く前に、大正寺と大山御坊、ここの二つの城を食ってしまって、完全に敵をなくしましょう。旗野に兵を挙げている。手を貸してやろう。ちょっと待ってね。これさ、今絶好のチャンスなんじゃないか。氏政と信玄がまたぶつかるか。いや、すげえ戦いになるな。で、信玄が敗れる。一勝一敗だね。で、正信と氏政。ここは、今度は、正信が氏輝を倒すっていうね、すごい戦いだな。さて、旗野が人柱になってる間に、選択肢として、ご命令を。そうだな、野地山を奪還するっていう手が出てきたな。ちょっと考えを巡らせたいところですね。と同時にちょっと武将の配属を行っておきます。長島城、まあ、ここにね、すごく危機が迫っているというわけではないので、まあ、適当な武将をね、適当に配置しましょう。石田信豊、承知いたしました。大垣城もしっかりですね。敵の侵攻を受けると
いう、まあ、危機的な状況ではないので、適当に配置します。承知いたしました。で、農作業指示を出し、かしこまった。火巻きも行おう。かしこまった。で、こっからよ。のちせ山を取って一気に京都を伺うか。この場合敵の総兵力は？のちせ山、御所、朝宮、合わせて1万。ないかな。8000から9000ってとこですね。で、小山ごぼうの方は、合わせて6700。米に不安があるな。ただここは米を買ってでも取引を行いましょう。仰せの通り勝ちに行きたいよな。ちょっと一旦シミュレーションしましょう。大正寺攻めた場合、なんとか敵をね、野戦に引きずり出したいので、野戦に引きずり出せるだけの兵力差にしておきたいよね。これで雷連が6500で出陣してくるな。勝家を出したらどうなる？勝家を出すと引っ込むんだな。いや、なんとも言えないな、こいつら。となると、二つの城に同時に攻めかかる小山御坊と大正寺。二つ同時に攻め入るという手もありますよね。ライレンが野戦に出てきてくれないと話にならないからな。あとは米だよね。今12月、あと9ヶ月間を、2万という兵糧で過ごさなきゃいけない。ちょっと難しいですね。はい。ではね、ちょっと今回短めですが、一旦ここまでにさせていただいてですね、次回は、ちょっとね、考えたいと思います。機内方面に出兵するのか、それとも、北陸越前から一向一揆の勢力を排除するか。というわけでね、じゃあ今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。